翔君の影響力は計り知れない。ストーンズのゴートパフォーマンスがファンを魅了。不屈の絆。ストーンズが示す音楽と友情の力に驚きの声が続出。こんばんは。今日はナンバーアンダーライン愛のゴートパフォーマンスについての興奮をシェアし。 彼らの絆や将来の展望について深く掘り下げてみたいと思います。東京ドームで行われた大規模なイベントで、ストーンズのメンバーが熱いパフォーマンスを披露し、ファンの心をつかんだことが SNS 上で話題となっています。特に、ナンバーアンダーライン愛のゴートを披露したことで、ファンたちの間で大きな話題となりました。 東京ドームでのナンバーアンダーライン愛のゴートパフォーマンスが SNS 上で大きな話題となり、ました。ファンたちは興奮し、彼らのエネルギッシュな演技に感動しました。しかし、その背後には、彼らの絆や友情についての深い洞察があります。このパフォーマンスは、 ストーンズのカイトくんがインタビューの中で翔くんについて語ったこととも関連しています。カイトくんは翔くんに影響を受けながら曲げられないところも自分にもあったと述べ、自身と翔くんの関係性について触れました。また、カイトくんは平野くんをリスペクトし、自分のグループやファンに対する思いを大切にしていることを明らかにしました。 カイトくんがインタビューで翔くんについて語ったことは、ファンたちにとって大きな驚きでした。彼は翔くんに影響を受けながら曲げられないところも自分にもあったと述べ、自身と翔くんの関係性の一端を明かしました。この言葉は、彼らの絆やお互いへの尊敬を示すものであり、ファンたちはその深い友情に感動しました。 また、カイトくんは平野君くんをリスペクトし、自身のグループやファンに対する思いを大切にしていることも明かしました。彼らの絆は単なる仲間関係以上のものであり、彼らが共に歩んできた道のりや未来に対する期待を示しています。このエピソードから、ストーンズのメンバー同士の絆の強さや、彼らがどれだけ音楽を愛し、 ファンとのつながりを大切にしているかが伝わってきます。彼らのパフォーマンスは、ただ単に音楽を楽しむだけでなく、ファンとの絆を深める重要な要素となっています。ナンバーアンダーライン I のゴートパフォーマンスは、彼らがどれだけ成長し、世界に羽ばたこうとしているかを象徴しています。彼らはただのアーティストではなく、 友情や絆を大切にし、共に成長し続けるグループとして、ファンたちの心を掴んでいます。さらに、彼らの絆や友情は、彼らが所属する事務所やグループを超えて存在しています。慎太郎くんと翔くんの絆は、彼らがどれだけ親密で信頼し合っているかを示しています。彼らは単なる同僚や仲間ではなく、 お互いを支え合い、共に成長し続ける親友としての絆を築いています。さらに、ストーンズのメンバーたちは、他のグループやアーティストとの関係性にも大きな価値を置いています。彼らは音楽を通じて人々を結びつけ、世界中のファンとの絆を強化し、共に成長し続けることを願っています。 ナンバーアンダーラインアイが東京ドームでのゴートパフォーマンスでファンたちを喜ばせているというニュースが SNS アで話題になっています。その中で、カイトくんがインタビューで翔くんについて語ったことが注目を集めています。カイトくんは、翔くんの影響を受けながらも自分らしさを大切にし、平野くんや自分のグループ、 ファンに対する思いを大切にしていることを明らかにしました。このニュースを聞いて、私もとても嬉しく思いました。翔くんと海斗くんの絆が今でも続いていること、そして彼らが自分らしさを大切にしながら成長している姿に、ファンとして誇りを感じます。翔くんと海斗くんが、 自分たちの信念に忠実でありながらもお互いを尊重し支え合っている姿は本当に素晴らしいと思います。また、このニュースから私たちが学ぶこともたくさんあります。人との絆を大切にし、お互いを尊重し合うことの重要性を再確認させられます。 時には違う立場や環境にいる人とも深い絆を築くことができるし、それが人生を豊かにすることができるのだと感じます。さらに、ストーンズのメンバーたちが自分たちの道を突き進む中で、お互いを支え合い、励まし合っている姿は本当に感動的です。彼らの絆がどれだけ強いものなのかが伝わってきますし、 それが彼らのパフォーマンスや音楽活動にも大きな影響を与えていることがわかります。このような素晴らしいエピソードを通じて、私たちはストーンズのメンバーたちの姿勢や信念に感銘を受けます。彼らがこれからもさらなる成功を収め、世界中のファンを魅了し続けることを心から願っています。ファンの皆さんも、 このような素晴らしいエピソードを通じて、ストーンズのメンバーたちと共に一緒に成長し、楽しい時間を過ごしていることでしょう。彼らの音楽が世界中の人々に届くことを願っています。さらに、ストーンズのパフォーマンスが海外でも注目されることで、日本の音楽シーンがさらに活気づくことを期待しています。 彼らのような才能あるアーティストが世界に羽ばたくことは、日本の音楽文化にとっても大きな意義があります。ストーンズの活動を通じて、音楽を通じて人々を結びつけ、笑顔と幸せを広めることができることを願っています。彼らのこれからの活躍に期待しましょう。最後に、このエピソードから私たちが得ることができる教訓や、 ストーンズの素晴らしい活動について、皆さんのご意見や感想をお聞かせいただけると嬉しいです。皆さんも、翔く君とカイト君のように、自分らしさを大切にし、お互いを尊重し合うことで、より豊かな人生を歩んでいけることを願っています。ナンバーアンダーライン愛のファンたちは、彼らの絆や友情に感動し、 彼らが今後も共に歩んでいくことを願っています。彼らは単なるアーティストではなく、ファンたちにとっては心の支えであり、彼らの絆や友情が彼らの音楽や活動にさらなる意味を与えています。これからもナンバーアンダーライン愛と彼らの素晴らしい絆や友情に注目し、彼らが共に歩んでいく未来に期待しましょう。 彼らの活動が世界中の人々に感動や勇気を与え、共に幸せな未来を築いていくことを願っています。素晴らしいお話をありがとうございました。ナンバーアンダーライン愛の活躍と彼らの絆や友情について、今後も楽しみにしています。